風治む八幡宮は、福岡県田川市魚町にある神社。旧社格は豪社。田川市のほぼを中心に位置し、田川大気の正面の宮山に祀られている。社門は左ともえ。例大祭は、毎年5月の第3土曜日と、その翌日の日曜日。福岡県指定無形民族文化財指定第1号で、ある川渡り振興祭は、 福岡豪祭りの一つに数えられる。王神天皇、中愛天皇、神宮皇后、海津謙信、豊玉姫命、玉寄姫命の六柱の神を祀る。古くは、伊田大臣あるいは、伊田大臣と称して、海津謙信を祀る地主神であった。縁起によると、太古でね判断し、電夜が明けず四辺が海浜に接していた頃、海より寄せ来た神があり、 海津献身と名乗られた。電夜が明けた頃里人はこの神を石に、午前の山頂に祀ったと高葉山に祀られた経緯が記されている。公認5年6月、大漢外に見舞われた際、軍事が伝行大司最長に請願し、伊田大臣に記念してもらうと、たちまち雨が降り五国が潤ったという。後の公認8年、その霊言新たかな絆を後世に伝えるため、 伊田宮さんに社殿を造営し風の一時を加えて、風宮都市、連大寺、長生寺院の領域を開いて、神宮寺とした。なお、火災により詳しい資料は消失してしまったが、昭和39年10月に、鎮座1760年、創建1150年の式年大祭が、採用されていることから、鎮座は、西暦204年、創建は、 西暦八814年であるとされている。神宮皇后を起こしかけ一社殿曰く、神宮皇后ご聖官の右利、築士より、あなトの豊浦に、官魚の折、にわかに暴風雨起こりしため、社前の大石に腰をかけたまいて、親しくご廃止の立ちを献上して、天神地義及び、伊田大臣に、祈願世史に、暴風雨立ち待ちに収まりつつがなく、あなトに至りたもうとあり、 参道入り口にある大石はその腰掛け石と伝えられている。これは北部九州に広く流布している神宮皇后伝説の一つではあるが、それにまつわる地名説話として語られている。ありがとうございます。